はい、本日はですね、YouTube で今まででレビュー代いくら使ったのというのをご紹介していきたいなというふうに思います。ということでですね、僕 YouTube やって早4年でございます。で、普段ファッション系とかで、今こうやって着てるようなノースフェイスとかいろんなブランドの商品をちゃんと購入してますよ。買ってるや買ってないやっていういろんなお声いただいてますけども、皆さんはそれを想像していただければいいんですけど、僕はしっかりチャリンチャリン買ってますけども、それがいくらになってるんですかと、この4年間であなたいくら買ってるんですかっていうところをね、見ていただきたいなというふうに思います。で、僕ファッションのレビュー系以外にもたまに Vlog とかでどっか出かけたりとか、結構いろんな地域行ったりとかしてね、旅行代とかも結構してるんですけども、それは抜きます。だから YouTube で紹介したレビュー以外は一切消しますので、基本的に例えばここに飾ってあるようなニードルズのパンツなんかはレビューしてませんので、こんなんは一切入れへんし、あとこういったこういうナンガのダウンパンツなんかもレビュー動画は作ってないので、こんなんも1円も入ってません。だから今までレビュー動画で使った金額ということなんで、比較とかそういうのでは一切省いてるんですけども、レビュー動画でね、いくら使っていったんかというところを皆さん見ていただきたいなと思います。だからこんなんとか、チャンネルに映ってないやつがもろもろいとはもっとありますけども、とにかくこれ照明ですからね、照明になるでしょ。動画に映ってるやつっていうのは、あ、確かに見たっていう安心して見ていただけると思いますので、それがいくらかかったのかということで、見ていただきましょう。ではまずですね、まず気になるのってブランドやと思うんですよ。ブランドでいくら使ってんのとかね、そもそもジャンル別、ダウンは結構使ってるんちゃうかなとかね、やっぱノースエスなんかなとかね、そういうところがあると思いますので見ていただきましょう。まずジャンル別でいきましょう。こういったダウンジャケットの分でいくら使ったのか、ちょっと何着かは僕は分かりません。これ別の方に調べていただいて、僕のスタッフに調べてもらっているので何着かは知らないけど、金額です。ダウンジャケット249万520円ということで、実はですね、今年2020年の9月に自分の持ってるダウンジャケット全て紹介してみたっていう時には148万円だったんですよ。だからそこから100万円ぐらい使っております。この3ヶ月で100万円ぐらいダウンには使ってるんですけどもね、250万円ぐらいがまずダウンジャケットと、ここにまず表を出していきましょう。250万円がダウンジャケット。そして次、マウンテンジャケット、マウンテンパーカーっていうものですね。僕がよくね、動画で言っているこちらですよね。ラオウのごとく最強のジャケット、ラオウジャケットっていうこのジャケットとかね、こういうのもマウンテンパーカーになってくるかなと思いますけども、これがいくらしたのかということで、これタイプですね。これがマウンテンパーカーも結構買ってるんですよ。177万3650円ということで、比較的購入させていただいております。で、次にリュック。で、リュックは35万9690円と。で、最後、靴系ね。靴系に関しては53万3360円ということで、基本的にはこれはもう着るものとかではないです。もう動画で紹介するものということなんで、普段の私服とかそういうのではなくて、動画で紹介したものというのがこの金額になってます。じゃあ次、ブランド別で見ていきましょう。ブランド別、やっぱりノーセンスが一番多いんですけども、第3位はパタゴニア、34万8800円。第2位、アークテリクス、63万9010円ということで、第1位、ノーセンス、308万9160円ということで、総合計いくらになるかというとですね、じゃんということで、798万5300円というのが、現時点の2022年11月28日現在の金額になっております。で、この後もまだポツポツ買っておりますので、さらに増えてはいてると思うんです。だから、800万を超えてると思うんですけどもね、これはあくまで動画で紹介したレビューの副題でございます。で、他にもね、さっきもちらっと言ったけども、こういった靴とかも、これも買ってるやつだけども、こんなんは一切入っておりません。こういうのじゃなくて、レビュー用に作った動画のね、副題でございます。じゃあ次、皆さん気になるこれですよね。YouTube4 年やってて800万ぐらい、やっぱ1年200万ぐらい使うんかと。で、1年200万副題に使ってるやつって、はっきり言ってこれちょっとおかしいじゃないですか。だからおかしいからこんだけカメラの前で喋れるんですよ。ペチャクチャね。なんでっていうと、やっぱおかしいんですよ。頭おかしいからこんなことやってるんですけども、そんな200万使ってたらね、ここにスタッフの人丁寧に書いてくれてますわ。YouTube でのレビュー代、2020年11月28日、2018年9月10日から2022年の12月3日までが、798万円ですよと、しっかりびっしり書いてってくれてます。っていうのも、なんでこの11月28日なのに12月3日が分かんのって言われると、実はこの日の段階でもうスケジュール公開してるんですよ。もうこの分の動画確定してるから、これを含めた金額ということなんですけどもね、皆さんに見ていただいているのはまだもう12月の中旬とかぐらいになってると思うので、ちょっと金額変わってますけど、大体こんなもんですわ。で、何ぼ入ってきたんですかと、いくら入ったんですかっていうことになってくると思うので、いくら入ったかと申しますとですね、これは、YouTube の金額っていうことなんで、 YouTube 全体ですね。 YouTube の広告料とか、あと僕案件とかもたまにやらせてもらったりしますので、そういうのを含めた、金額としてはですね、まさか800万切ってることはないよねと。さすがに800万服に使って、で、入ってくんのが700万でしたって言ったら、マイナス100万円になってますので、それじゃあこんなペ
ぺちゃくちゃ嬉しそうに喋られるんじゃないですか。もっと曇って喋ってる。もうそうなった場合はもっとショックな状態で、はい本日はですねって言って喋ってるけども、こんなニコニコ喋れるってことはやっぱりプラスなってるからニコニコ喋れるけど、プラスなってなかったらもうニコニコできひんからね、そうやったらもう僕やめますって言うけども、まあ、大体ですね YouTube の収益、そして、案件、そしてもろもろその他付随するものがちょっとあるんですけど、まあ、それで大体2500万円ぐらいということになっておりますので、これが多いと感じるか少ないと感じるか、実質2500万円だとしても、まあ、800万円経費で使ってて1700万円が残ったとします。残ってないですよ、残ったとします。だってそこから旅行とかも行ってるし、目に見えてないものとかもいっぱいあるし、このオフィスの家賃代とかもあるし、スタッフの給料代とかもあるから全然手元に残ってないんですけども、それが残ったとしても4年間で1700万円やったら、まあ大体年間400万円くらいかな。ほなまあサラリーマンとあんま変わらんかなっていうことなんでね、皆さん助けてくださいよ、ほんまに困ってるんですよ、ほんまにね。だからそろそろ笑顔で喋れんくなってきますのでね、で皆さんのこう何をしてくれっていうのは特にないけども、まあ動画をとにかくクリックしておいてください。とにかくクリックして寝落ちしておいてください。もう朝方まで卓造エンドレンスで流しておいてくれたら、もうそれだけで僕に入ってきますので、皆さんにしていただくことっていうのは特になんか無理していただくことじゃない。寝落ちしながら卓造をずっと回しておくと、それをしていただくだけでね、僕の方にチャレンジャーに入りますので、ぜひよろしくお願いいたします。でまあいろいろやってるね、僕あの他にもいろいろやらせてもらってるんですよ。 YouTube 以外にもあのオリジナルブランドを作ったりだとか、あと映像のお仕事とかいろいろそういうのを自分で立ち上げさせてもらってますので、それはまた別になってるので、まあ、YouTube 関係ということでね、見ていただければいいかなと思うんですけど、この今見られてる皆さんがないと僕は YouTube 継続できませんのでね、これからも今後ともぜひぜひよろしくお願いします、まあ、こんな体制で言うことないですけどもね、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたしますということがですね、僕もちょっとどれくらい使ってるんかっていうのが気になったんですよ。どれくらい使ってんやろなと思ったし、どれくらい入ってんやろなとかって思ったりしたんですけども、まあ、ありがたいことに自分の好きなことで、好きなことを喋って誰に支配されることもなく、のんきにやっておりますので、まあ、これからも続けていきたいなということで、本日はですね YouTube を4年間やってみて服のレビュー台を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。